管理庁改令は一般文館の懲戒に関する日本の直令。当初は文館懲戒令の題名で制定されたが、1946年に管理庁改令と解消され、1948年12月3日に廃止された。文館の懲戒に関する文館懲戒令の規定は、 別段の定めがない限りは高等官と同一の待遇を受ける者及び犯人官と同一の待遇を受ける者に順用される。分官のうち判事には判事懲戒法の会計検査官には会計検査官懲戒法の行政裁判所表情官には行政裁判所長官表情官懲戒令の規定があり、このほか特別の管理については特別の懲戒法規がある。例えば、 朝鮮総督府判事懲戒令、台湾総督府法院法案懲戒令など、また、待遇管理の懲戒に関する一般法規としては、管理待遇者懲戒に関する権がある。新認識で除任される管理及び法令に、別段の規定のあるものを除けば、管理は本令によらなければ、懲戒を受けることはない。文官が懲戒を受けるべき場合は次の二つの、限られる。 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき、職務の内外を問わず、官職上の威厳、または信用を失うべき性のあったとき、懲戒すべき自由のある管理に対して加えられるべき、懲戒罰は淘汰処分及び強制処分の二種である。淘汰処分は面管であり、強制処分は原稿及び検疾の二つである。原稿は一月以上一年以下年法月割額。 または、月報の3分の1以下を減ずることである。懲戒処分をなすべき期間は原種及び本属長官である。検責は、懲戒委員会の決議を経ずして、本属長官が行うことができるが、原法及び面間の処分は、懲戒委員会の決議を経なければ行うことはできない。直任官の面間及び原法は、懲戒委員会の議決を愚し 内閣総理大臣が創生し、最下によって行う。総任官の面官は、懲戒委員会の議決を愚し、本属長官が創生し、最下によって行い、総任官の原稿は、懲戒委員会の議決によって、本属長官が行う。半任官の原稿及び面官は、懲戒委員会の議決により、本属長官が行う。懲戒委員会には、 文官高等懲戒委員会及び文官普通懲戒委員会がある。文官高等懲戒委員会は高等間の文官普通懲戒委員会は半人間の懲戒を議決する。文官高等懲戒委員会は国内でただ一つ存在し委員長1名、委員6名で組織される。委員長は数密顧問官の中から委員は直任文官の中から 内閣総理大臣の創生によって任命される。委員会は委員長及び委員を合わせ5人以上の出席がなければ会議を開くことはできない。委員会の議事は多数決である。文官普通長会委員会は内閣、数密委員、各省、北海道庁、各府県、朝鮮総督府、台湾総督府などに設置される。委員長は 各官庁の長官が当てられるのが原則である。委員は二人ないし六人で、当該官庁の高等官の中から、本属長官が命ずる。委員会は、委員長及び、委員二人以上の出席がなければ開くことはできない。懲戒委員会の開会には、制限があり、懲戒に伏せられるべき事件が、刑事裁判所に継続する間は、同一事件に対し懲戒委員会を開くことは、できない。 懲戒委員会の議決の前に懲戒に付すべきものに、対して刑事訴追が始まった時は、事件の判決の終わるまで、懲戒委員会の開会を停止しなければならない。懲戒処分によって面関された者はその官職を失った日から2年間官職に就くことはできない。面関の処分を受けその上の重い者は、意見返上を命ぜられる。国家公務員法の一部を改正する法律。 ありがとうございます。